登録番号4789、福岡県太宰府出身の古賀智之です。デビュー節は福岡ボートレースで11月9日から11月14日になります。自分は大和学校で大した成績を収めているわけではありませんが、強気なレースで先輩選手に挑みたいと思っております。どうか福岡ボートレースに足を運んでいただきたいと思っています。よろしくお願いします。登録番号4801番、福岡県大川出身の小木千奈と申します。デビュー戦は芦屋ボートレース場で11月11日から6日間走らせていただきます。まだまだ技量は未熟ですが、持ち前の気合と根性で頑張ります。足を運んでいただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いします。登録番号4802番、福岡県北九州市出身の中田達也です。大和同学校では第4回から8回までリーグ戦を5連覇し、大和チャンプを取ることができました。デビュー戦は11月5日から8日までのここ芦屋ボートレースで走ります。デビュー節で水準差を上げたいと思いますので、一節間足を運んでいただき僕の水準差を見てください。応援よろしくお願いします。登録番号4803番、福岡県糸島市出身の飯田翔吾と申します。10代のうちにデビューできることを嬉しく思います。目標としては SG レーサーになって、常に SG に出れるようになりたいです。デビュー戦は11月19日からの福岡ボートレース場で走ります。スーパールーキーと呼ばれるような存在になりたいと思います。どうぞ応援よろしくお願いします。